前回おかんの好きそうなラーメンということでご紹介しましたが、京都二条駅のちゃんぽん亭でございます。あちこちのフードコートとかにも入っているようですね。で、肉汁餃子と、気になってたのが、あんかけちゃんぽんですね。あんかけになったらどないになるんだろうと思いまして、で、肉汁餃子ですよね、やってまいりました。で、おすすめの食べ方ということなんですが、胡椒とお酢、さっぱりして食べやすいということなので、この食べ方で行ってみましたが、中のあんがしっかり味がついているタイプのやつはこの食べ方いいですね。僕王将でもこれにラー油かけたかな、食べてましたが、で、あんかけちゃんぽんやってまいりました。結構なあんですね、これね。すごい粘土で、皿うどんの代わりに、皿うどんのパリパリの麺の代わりに、ラーメンがあるぐらいの勢いの粘土でございます。想像してた通りの味でしたね。なんかもっと劇的なものがあるのかと思ってたんですけど、まあ、あんかけ好きなので僕は好きだったんですけどね、これはでもこの味はちょっと胡椒かなと思いまして、胡椒をかけたらうまさ倍増でございます。野菜たっぷりで非常に、いい感じですよね。で、ラー油かけてみたんですが、これあんまりラー油かけなくても大丈夫かなと思いましたね。その代わりこの餃子にラー油かけたら美味しかったです。ちょっとこぼしてますね、すいません。で、酢をかけるの忘れたんですよ。あんかけに酢入れるとシャバシャバになるんでしたっけ。いいですよね。場所は二条駅に隣接しています。こんなところでございますね。ビビの前ですね。近江ちゃんぽんさんでございました。ここなんかこってりしたラーメンじゃなくて、なんていうんですかね、こうサクッとラーメンを食べたい時に非常に良いかなと思いました。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。